々とはバイバイするんです。だけどこんな私にできるのかしら。よっから気して対人関係声もかけられずに反省、相手への目を見て話したいぜ。いやそんなの無理無理無理だっけ。大丈夫マイフレンド。腕が取れました。勇気出して踏み出して進むか。力で進めたらそれは多分キラキラのパレード。いつか言えるかな。友達になってください。以心伝心葵トイフレンズ。友達作りの練習を始めるよ。今日もよろしくね。大丈夫マイフレンドくん V4。 まずは握手の練習から。緊張するな。ふぅ、せーの、どうも始めまして。やあ、緊張しちゃって力加減が、マイフレンド君を壊しちゃいました。ごめんねマイフレンド君。どうしよう。作り直すのは時間がかかって大変だし、申し訳ないし、修理した方がいいのかな。直すならお詫びにかっこよくカスタマイズしたいし、そうなるとお金だって必要だよね。こうなったらやるしかないみたいですね。すごく怖いけど頑張ろう。人生初のアルバイト始めてみます。次回以心伝心葵トイフレンズ。さあ今日も一日効率よく働きましょう。モットーは事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開よ。私に任せるにゃ。猫の手を貸してあげるにゃ。了解ですリーダーさん。ミスしないように頑張ります。強引なお客さんかと。BB 団の久しぶりの練習ですから、つい気合が入っていて、友達が100人できた時のことを想定しスピーチの練習をしようと思ったのですが、この練習は負荷が強すぎました。大丈夫マイフレンド君を群衆に見立てていたんですが、目の前にあるのはたった1体だけ。この前こしらえた新作、その名も大丈夫マイフレンドくん V4 です。今回は今までにないくらいの会心の仕上がりなんですよ。何せ4代目ですからね。えへん。特にお気に入りなので
友達作りの練習台とはいえ、なるべく丁寧に接するように気をつけてるんです。1号の時は話題の枯渇によりほぼ疎遠にも近い状態だったという反省がありました。しかし今回はその対策もバッチリしています。例えばフォレスティエと交易に来た商人さんからオートで流行っていることを聞いたりして話題集めをしてるんです。まあ直接会話するのは初音さんで、私は木の陰からこっそり聞き耳を立てているだけなんですが、でもそんな努力のおかげか V4 とは良好な関係を築けているんです。とはいえ友達作りの練習台なんですけどね。というわけで、もしこの V4 が100体いれば100人を前にしたスピーチの練習もできそうですが、でも作るのに何年かかるか。それはそうと、こうして BB 団が揃ったことですし、せっかくなので今日はハードな練習に挑戦してみましょう。友達作りの練習の勘を取り戻さないとですから。ということで、友達コミュニケーションの中でも高難易度のあれに挑戦してみたいと思います。では発表します。心して聞いてください。ツッコミです。改めて説明する必要はないと思いますが、念のため。ツッコミとは気づいた信頼関係の上にのみ成り立つ上級コミュニケーション術の一種。その難易度はランク4、かっこ私調べかっこ閉じる。いかに素早く、いかに正確にツッコミができるかによって、友達同士の仲の良さの証明ができるものです。見事なツッコミを重ねることによって友情を深めることができ、真の親友の道も開けると言い伝えられています。しかし一歩間違えれば、せっかく築いた友達関係を全て破壊してしまうかもしれない諸刃の剣。一説によると、ツッコミの失敗によって絶好に至ったケースもあるとかないとか、なんとかかんとか。それとその後のケアも大事だそうです。適切な事後処理で一命を取り留めた友情のケースも報告されています。というように、高度なコミュニケーション術なのは間違いありません。さすがはランク4の難易度といったところですね。練習とはいえ、生身の人間同士でやるのも危険です。ですが安心してください。こんな時のために大丈夫マイフレンド君 V4 がいますから。では早速私からいきますね。大丈夫マイフレンド君を切り株の上に置いてと、はあ、なるほどねー。ってそれマンドラゴラの笑い声か。どうでしょうか。そうですか。力加減が難しいですね。さすがランク4。では気を取り直して。え、そっかそっか。ってペガサスのゲップやないかい。きっと大丈夫ですよ。なんてたって大丈夫って名前なんで。ものすごい勢いで吹っ飛んでいきましたけど大丈夫ですよ。前にもこんなことあった気がしますけど大丈夫ですよ。これはまさに完璧なデジャブですけど大丈夫ですよ。デジャブということは、練習中に行方不明になった1号のように、まさか今回も。こうしちゃいられません。すぐに探しに行きましょう。団長さんも手伝ってください。おーい、マイフレンドくん、どこですか。かくれんぼしてないで出てきてください。広いエルフの森の中で小さなマイフレンドくんを探すのはやっぱり大変ですね。でも必ず見つけてみせます。これ以上マイフレンド君を行方不明にさせるのは忍びないですから。あっ、いました。大丈夫マイフレンド君発見。よかった、今回はちゃんと見つけてあげられました。黄毒マンドラゴラの触手よりも長い距離を吹っ飛びましたけど、マイフレンド君のボディはご覧のとおとおとおと、大変です。
石にでもぶつかったのか、自慢のボディにあちこち傷が。それに腕ももげそうです。プラーンってなってます。プラーンって。そうですね、クロエさんのようにうまくいきませんでしたから、せめてケアくらいは丁寧に。怪我させちゃったのでしっかり修理しないと。そうだ、せっかくですし、ただ元通りに修理するんじゃなくて、かっこよくカスタマイズもしちゃいましょう。私流のアフターケアです。例えば BB 弾のハードな練習にも耐えられるように頑丈なボディにするのはどうでしょうか。あと腕を組んで草原をスキップできるように身長も高くしたら喜んでくれるかな。わあ、夢が広がっていくな。あ、でもカスタマイズするにはお金が必要ですよね。せっかくなのでいい材料を使ってあげたいですし、とはいえどうやってお金を集めましょうか。今なんと？またまたご冗談を。バイトなんて私なんかには早すぎます。しかも工場ですか？工場のバイトといえば、全ての窓に板が釘打ちされていて、昼なのか夜なのかもわからぬ中で作業員が黙々と機械に向き合い、精神が徹底的に追い詰められるというあれじゃないですか。気づいたら地下に広がる空間に連れて行かれてしまい、そこでしか流通していない独自の通貨がバイト代として支払われるように、なんてことはありませんか。本当ですか？同じ空間に見ず知らずの他人と一緒に閉じ込められたら、私の精神は1秒たりとも持ちません。こんな森の奥深くで生まれ育ったエルフの脆さを甘く見てはいけませんよ。むしろ今すでに考えただけでどうにかなっちゃいそうです。しぽぽぽぽぽぽぽ。それはなんて的確で素早いツッコミなんでしょう。グーの根も出ません。さすが BB 団の団長さん、乾杯です。わかりました、私も一緒にバイトしてみます。マイフレンド君のためにやってみます。ここがおもちゃ工場ですか。バイト慣れしてるだけあって堂々たる余裕、さすがですね。そうなんですか、あなた以上にバイトしてる人私の周りにはいませんけど。まあそれ以前に知り合いが極端に少ないというだけですが。おや、君は。工場の人に見つかってしまいました。ご安心ください、私は決して怪しい産業スパイなどでは。バイトの面接に来ただけで。元気いいね。じゃあ採用。即決。大丈夫なんですか。こんなどこの森の骨ともわからないただのエルフをそんなにも簡単に雇っても。いいよ、君が葵くんでしょ。彼から話は聞いてたからね。彼もここのバイトリーダーの紹介で入ったし、真面目に働いてくれるって信じてるから。なんてあっさりとした面接なんでしょう。せっかく三日三晩寝ずに志望動機や自己 PR を考えてきたのに。じゃあそういうことだから、今日からもうシフト入れるかな。喜んで。
ありがとう。じゃあまずはこの工場の説明をするね。ご覧の通り、ここでは子供が遊ぶおもちゃを作っているんだ。でもただ部品を作って組み立てるだけじゃなくて、商品の企画を考えたり、デザインや設計図の作成、実際のおもちゃ作り、それにお店への卸までしているよ。なんだかいろんな仕事がありそうですね。新商品の企画なんかは工場長の私が全部考えてるけど、これが毎回大変でね、悩むことの方が多いかな。でもそんなことも吹っ飛ぶくらい子供の笑顔って素敵なんだ。大変な仕事だけど、自分たちが作ったおもちゃで遊んでる子供を街で見かけると本当に嬉しくてね。あ、素敵な仕事ですね。私も働くからには子供たちの笑顔のために頑張りたいと思います。その意気だよ。それじゃあ葵くんにはまず品質チェックをお願いしようかな。設計図通りに作られているか、製造の過程で傷がついていないか、何か問題がないかを細かくチェックする部門だよ。見本と見比べればいいから、初めてでもできるはず。もちろん他の従業員にもフォローしてもらうから安心してね。いろんなパーツや組み上がった完成品を見ることになるから、ここでどんなおもちゃを作っているかがよくわかると思うよ。わかりました。じゃあはい、これうちの作業服ね。服装は基本的に自由なんだけど、作業中に汚れることもあるから、よかったら使ってちょうだい。あ、そうそう、うちのバイトリーダー遅刻とかに厳しいから気をつけて。もうすぐ始業だから着替えるなら早めにね。採用早々バイトリーダーに目をつけられて地獄のような時間を過ごすっていう展開だけは避けたいです。おい、こら新人、入ったばかりで右も左もわからないからって甘えてんじゃねえ。メモ取ってる暇あったら手を動かして体で覚えろ。罰として昼飯抜きで働け。いいか、わかったな。てぇ、本当ですか？あ、なら少し安心しましたけど。でも気を引き締めていきたいと思います。何事も始めが肝心ですからね。マイフレンド君のためにもしっかりと働いてがっぷりと稼がないといけないので、では着替えてきます。よし、頑張ります。朝の稽古を始めます。何事？1、2、3、4、5、6、7。もしかして重々承知の重太郎。バイト初日にしかも第一声で失敗。工場でもぼっち確定です。あなたが新人さんね。私は美冬、ここのバイトリーダーよ。今日からよろしくね。よろしくお願いします。ここの工場のモットーは事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開。というわけで点呼の次は準備体操よ。なに、さあ、あなたも一緒に。はい。点呼に準備体操、工場の洗礼を受けました。でもこんなところでへこたれていてはいけませんよね。マイフレンド君、胸元のポケットから私の働きぶりを見守っててね。あ、おもちゃの部品が流れてきました。私の仕事は傷や欠陥がないかを確認することでしたね。見本と見比べて、よし、意外とできそう。流れてくる速度もそんなに速くないし、しっかりと丁寧に。よし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 
よし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 、おお、なんとかできそうな気がします。小さな頃から一人黙々と森で薬草を取っていた経験がまさかここで生きてくるとは。朝から晩までベルトコンベアに向き合っていれば誰とも会話せずに済みますし、どうやら私の天職かもしれません。ほら、飲み込みが早いわね。期待してるわよ、葵ちゃん。私なんか本当は社会の歯車以下で、隅っこも隅っこのあってもなくてもいい部分に申し訳程度に埋め込まれている中途半端なネジなんです。え？そう、緊張するとこうなるの？とりあえず落ち着いて。けど大丈夫そうね。仕事の覚えは早いもの。集中してるところ急に話しかけちゃってごめんなさいね。それにリーダーだなんて堅苦しい呼び方しなくていいわよ。私も彼の知り合いだし、気軽に名前で呼んで。いえ、私は新人バイトであります。いくら団長さんの知り合いとはいえ、バイトリーダーであるあなたをお名前で気安く呼ぶなど恐れ多くて。そう？本当に気にしなくていいのに。まあ呼び方なんて無理強いするものじゃないし、好きにして構わないわ。それとその団長さんって何？私たちはぼっちとバイバイするために BB 団というものを結成していまして、日夜人間の友達作りに励んでいるんです。それでこの人がその団長を務めているというわけなんです。そうなの？まあその、うん、頑張ってね。ちなみになんですけど、団長さんとはどういうご関係で？すみません、私なんかが立ち入ったことを聞いてしまって。ですがもし友人関係ということであれば、その私もその輪に。いえ、なんでもありません。友人っていうよりかは彼とは師弟関係よ。指定関係？まさか友達作りのお師匠さんですか？ということは私はリーダーさんの孫弟子に当たるのでは？時給が発生してるんですか？だからあなたはいろんなアルバイトをしてるんですね。もしや友達作りのノウハウも教えてもらっているとか、そしてそれを BB 団の活動に生かしているなんてことも。さすが団長さんです。私たちの活動のためにバイト代を使ってくださっていただなんて。彼に教えているのは効率のノウハウといったところかしら。何事においても重視しなければいけないのは効率よ。1に効率、2に効率、3しも休まず、5も当然効率。なるほど、効率ですか。今度効率のいい友達作りの練習方法も考えてみようかな。さて、効率という観点から見ると思ったよりも挨拶が伸びてしまったわ。工場全体の効率ポイントが 0.03 落ちたみたい。ということで2人とも引き続きしっかり頼むわね。私は他の部門も見てくるから。モットーは事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開。3、はい。事故ゼロ、怪我ゼロ、効率絶対。頑張ります。はい、今日もお疲れ様。さあ、じゃあ今日の振り返りだけど、納期までは残り5営業日で現在の達成率は 87% ね。うん、上々だわ。今日から新しい戦力も加わったことだし、私が組み立てたスケジュール通りに進行できそうよ。この調子で明日もよろしくね。シャス、お先です、みふゆさん。はい、気をつけて帰ってね。シャス、今日鮮魚屋の特売日らしいっすね。
もちろん知ってるわよ。でもまだ急がないわ。閉店間際のタイムセールに合わせて最安値を狙うから。さすが三冬リーダーっすね。やっぱ自分まだまだっす。もっと精進します。貫禄って、まあ褒め言葉として受け取るわ。君も葵ちゃんを誘ってくれてありがとう。期待以上の働きよ。普段はフォレスティで薬草なんかを取り扱ってるんでしょ。ジャンルは違うけど品質を見極める目は確かなものだと思うわ。それじゃこれからもよろしくね。初日終わりました。なんとか乗り切りました。この調子で頑張るからもう少し待っててね。大丈夫マイフレンドくん。お疲れ様葵くん。バイトどうだったかな。リーダーさんがいろいろ教えてくれてとても助かりました。うん、三冬くんって本当に頼りになるよね。彼女のおかげでこの工場の業績はかなりアップしたのだよ。そういえば胸のポケットにいるそのおもちゃ見たことがないんだけど、もしかして手作りかい。はい。大丈夫マイフレンドくん V4 といって私がこしらえたものです。正確にはおもちゃではなく、とある目的のために作ったパートナーなんですけど。そっかそっか。それにしてもよくできているな。もっとよく見せてくれるかい。はい、どうぞ。どれどれ。ほほー、いい出来じゃないか。そうですか。そう言ってもらえて嬉しいです。作成には数ヶ月かかったので。ぬくもりのある手書きの顔に、おしゃれな胸元のブローチ、ベルトもいいアクセントになっていて、全体的なフォルムが引き締まって見えるよ。それになんといってもこの青いスカーフの躍動感、たなびく様子がマントにも見えて、今にも空を自由に飛んでいきそうだ。おお、マイフレンド君がこんなにも褒められるだなんて。嬉しいねマイフレンド君。手間暇かけて作った甲斐があったよ。あちこちについている傷や汚れはよく遊んでいる証拠だね。それは私が乱暴に扱ったからで。だからかっこよくカスタマイズしてあげたくてバイトを始めたんです。それがまさかおもちゃ工場だとは思ってもいませんでしたけど。そうだったんだね。じゃあここに来たのも何かの巡り合わせかもしれないね。君のようにそういうものを大事にしている人に来てもらえて嬉しいよ。それじゃあこれからも期待してるね。はい、マイフレンド君のためにも一生懸命頑張ります。クオリティもクリア、効率よく働けたわね。やったよマイフレンド君。クビになることなくバイトも続けられそうです。皆さんいい働きぶりでした。心を込めて作ったおもちゃが子供たちの手元に届くまでもう少し。今回もたくさんの子供たちが笑顔になるといいね。そういえば次に作る商品は決まってましたっけ。ギク、その反応、工場長もしかして。三冬くん目が怖いよ。さすがスケジュール効率の鬼。雇用主の私に対してもそんな目ができるなんて。実はそうなんだよね、いいアイデアが思い浮かばなくて。まだラルラ、どんな風にカスタムしようかな。でもすぐにバイト代が入るわけじゃなかった。
期間いっぱいまで働かないとお給料がもらえませんから、取らぬタヌキの革残業というやつでした。工場長が考えないと私たちはどうにも。今時の子供の好みのリサーチやデザイン作成から設計図に起こすまでの作業ができるのは工場長だけなんですから。それはそうなんだけど、だけどどうにもね。だからもうちょっとだけその落ちそうな腕をギリギリつなぎ止めておいてね。ポロッと取れないように気をつけるんだよ。ファイト。そうそう、だからもうちょっとだけ待ってくれると。ん？ん？どうしたんですか？アイデアだけじゃなくて言葉も出てこなくなったんですか？ひらめいた！葵くん、やい！君の大丈夫マイフレンド君 V4 をベースにしたおもちゃを作らせてくれないかい？工場長、完成した直後だからテンションが上がって適当なことを言ってます？それとも私とのこの会話から逃げようとでも？本気だよ。この前見せてもらった時からずっといいなと思っていたんだ。それに葵くんが喋りかけている様子がなんとも微笑ましくてね。二人のやりとりを見て今ひらめいたんだよ。マイフレンド君は子供にとって良き友達になってくれるはず。これからのおもちゃは相互コミュニケーションだ。いえ、これはそのとある目的の友達作りの練習台なので、その一環として話していると言いますか。だからおもちゃとして販売だなんて、マイフレンド君がたくさん作られるってことは魅力的ですけど。あ、でもそっか、それはマイフレンド君に友達ができるということなのかも。うん、一体一体丁寧に工場のみんなで作るんだ。いいおもちゃに仕上がるに違いないよ。工場長のインスピレーションをこんなにも刺激するなんてすごいわ。へえ、よく見てみると結構可愛い顔してるじゃない。葵ちゃん、どうかしら？そうですね、いつも私のハードな友達作りの練習に付き合ってもらっているし、たまにはお礼をしないと。カスタマイズだけじゃ足りないよね。大丈夫マイフレンド君 V4 も私としか話せませんし、やっぱりいい加減空きが来てますよね。なんてったって作った私ですら話題の枯渇に頭を抱えて、1号の時は友達養成ギプスなんてものを。そっかそっか、そうだよね。ああ、なるほど。その着眼点はなかったよ。今大丈夫マイフレンド君と話していたの？はい。うんうん、そうだよね。うん、見ててわかったよ。それでなんて？オッケー。ただし一つだけ条件がある。今の俺よりかっこよく作ってくれ。だそうです。うん、わかった。任せてよ。よろしくお願いします。マイフレンド君に友達ができるのは作った私としても嬉しいです。快諾してくれてありがとう葵ちゃん。みんなで必ずいいおもちゃに仕上げましょう。あ、はい。むしろ私の方こそ光栄です。友達作りの練習台としてこしらえたものがかっこよく生まれ変わって、それにたくさん作られるなんて。知っていったこれまでの大丈夫マイフレンド君たちもこれできっと報われるはず。よし、そうと決まれば早速取り掛かるぞ。あ、工場長、待ってください。勤務時間はちゃんと守ってくださいね。それに長時間の労働は非効率的です。本来のパフォーマンスが発揮できない場合もありますから。はい。団長さん、
このバイトに誘ってくれてありがとうございます。最初は本当に不安で不安で、森から出られなくなるように地面に足を埋めようかとも考えたりしていましたが、でも今ではやってみてよかったと思ってます。はい、マイフレンド君のためにも一生懸命頑張ります。あなたの新しい友達のパーツがいっぱいだよ。これは右手で、あ、これは羽かな。すごい、飛べるって設定なんだね。かっこいいな。そういえばね、100体作られるんだって。私よりも先に友達100人達成だね。いいな、羨ましいな。よかったね、マイフレンド君。友達100体か、自分のことみたいに嬉しいな。マイフレンド君のために頑張って作るからね。言ったからにはちゃんと約束は守るよ。なんなら指切りでも、針10億本でも約束できるくらい責任を感じてるから。きつい立ち仕事の合間の昼休憩、心と体を癒す貴重な工場のオアシスですね。はい、おかげさまでだいぶ。あ、でも慣れたかどうかは他人が判断することであって、工場への貢献度を自分の中の物差しで測ってはいけませんよね。そうした自己評価と他者評価のズレが、チェッ、この会社は俺のことなんか何も分かっちゃいねえなどと、入社から半年そこそこで退職する若者に多いと聞きます。ですから、この場合の慣れたという私の発言はあくまで私個人の見解だということをあらかじめご了承ください。ではそういうことで。でも私はどんな評価でも受け止める覚悟はできているので、ご心配なく。さて、午後からもマイフレンド君のために頑張って働きますよ。団長さんにはそう見えますか？でもこのバイトを始めてからマイフレンド君と会話する時間が前よりも増えたかもしれません。ここに来る前まではネタ集めが大変でした。けど最近は共通の話題が多いんですよね。毎日のランチのメニューに楽しみな作業のこととか、あとはなんといってもバイト仲間作り計画について。それにここ最近はずっとマイフレンド君のお友達を作っているから、だんだん感情移入してきちゃったのかも。マイフレンド君と本物の友達になんてなれるんでしょうか。なんて、すみません、変なこと言っちゃいましたかね。そうですか、もし私がマイフレンド君の友達なら、彼の友達は私も入れて101人ということに。なんてすごい数なんでしょう。はい、頑張りましょう。やる気十分ね。その調子で頼むわよ。そうそう、あなたの頑張りに刺激されたのか、他の従業員のやる気も上がってるのよ。葵ちゃんが入ってから工場全体の効率が 5.6 ポイントも上昇してるわ。そんなはずは。ぼっちの私なんかが皆さんのお役に立つだなんて。でもリーダーさんの言うことが本当なら、こんな私でも胸を張って堂々とバイト代を受け取ってもいいんですね。ええ、もちろんよ。はいはい、皆さん注目。午後の作業を始める前にお知らせがあります。ついこの間、
新しい従業員に葵くんが加わったばかりなんだけど、実はね。あっ、まさかもうクビ？しかも全従業員の前でお昼休み明けに？そんな、そんな。なんと新しい従業員さんがまた一人増えました。イエーイ、パフパフ。クビじゃなくてよかった。いやでも待ってください、まだ安心はできませんね。二人も雇う体力が工場にないから、優秀そうなどちらかを選ぶと決まり、私はやっぱりクビになるんです、この直後に。からお世話になるタマキニャ、頑張って働いてこの工場で素晴らしいたい焼きを作るニャ。それじゃあ挨拶代わりに私が作ったたい焼きを配るニャ。はい、どうぞ、遠慮なく受け取るニャ。ここで経験を積んだらもっともっと改良するつもりニャ。というわけでみんなよろしくニャ。タマキさん、どうしてここに？というか、ここおもちゃ工場だからたい焼きは作れないから。にゃにゃにゃ、どうしてミフエたちがいるにゃ。それにたい焼き工場でもないにゃ。それはこっちのセリフよ。たい焼き工場だと思ってここに来たのね。一体どうして？秋野に言われて工場で働くことになったにゃ。ギルドのお金で建てたたい焼き工場が大爆発した件でちょっとにゃ。あの時のみんなでゼロから建てたのにね。あれは思い出したくもないわ。早くリベンジしたくて秋野にもう一回工場を作りたいって言ったにゃ。でもあの件で工場運営のノウハウがないってことが分かったから、まずは働いて学べって。それで技術研修の手続きをしてもらったにゃ。そしたらたい焼き工場じゃない上に三冬までいるにゃ。どうしてこんなことになったにゃ。多分なんだけど、私バイト先の一覧表を秋野さんに提出してるの。それにはもちろんこのおもちゃ工場も載っているわ。だからたい焼き工場だと勘違いしてここに連絡しちゃったのかもしれないわ。工場って文字だけしか見てなかったのかも。紙の上でも方向音痴を発揮するだなんてにゃ。まあ経緯はどうでもいいわ、今日からよろしくね。にゃ、人員が増えたことだし、もっと工場の効率が上がりそうだわ。にゃ、玉木さんにぴったりな作業といえば、あ、そうだわ。ちょっと待つにゃ、みふゆ、私30秒後にはもうおもちゃ作ってる展開かにゃ。当然よ、ここに来たのも何かの縁じゃない。作ってるのはおもちゃだけど、たくさんの機械を扱って運営しているわ。たい焼き作りとは違うかもしれないけど、学べることはあるはずよ。だからこの工場を効率よく回すためによろしくね。そんなこと言われても困るにゃ。私には私の。優秀な人材の確保は最高効率への近道。玉木さんの手先の器用さはよく知っているわ。ここでは細かい部品を扱う部門に適性があるはず。私の前に現れた以上逃しはしないわよ。しっかり働いてもらいますからね。それじゃあよろしく。さっきのミフユ、目の奥が笑ってなかったにゃ。ドラゴンもすくみ上がるドラゴンスレイヤーの睨みだったにゃ。たまきさん、なんだにゃ。そのたまきさんに仕事の説明をしてほしいってリーダーさんから頼まれて。申し遅れました、私葵です、よろしくお願いします。うん、こちらこそよろしくにゃ。葵もあいつの知り合いなんだにゃ。はい、
一緒に BB 団というグループを組んでいます。 BB 団？ BB って何にゃ？何かの略かにゃ。 BB B ぼったくりビジネス？いやまさかにゃ、あいつがそんなことするわけないにゃ。それに葵だってどこからどう見ても森で育った純朴エルフっぽって感じにゃ。でももしぼったくりビジネス団なら、私はファントムキャッツとしてやるしかないにゃ。玉木さんどうしたんですか？ぼーっとしちゃって。にゃにゃにゃ、なんでもないにゃ。そうですか、ならよかったです。なんかすごく真剣に考え込んでいたように見えたので。それでですね、団長さんと私はぼっちとバイバイするために一致団結したというわけです。だから略して BB 団なんです。え？ビジネスの話はどうしたのよ？すみません、ビジネスの話をしに来たのに私と団長さんとの出会いを語ってしまいました。ご本では説明しますね。今この工場で作っているのは、というわけでマイフレンド君の友達作りにお付き合いお願いします。わかったにゃ。おもちゃ作りの熱意確かに受け取ったにゃ。私も最高に美味しいたい焼きを作るっていう夢があるにゃ。だから葵の気持ちも応援するにゃ。勘違いしてて悪かったにゃ。勘違い？まあいや、なんでもないにゃ。こっちの話にゃ。説明してくれてありがとにゃ。それじゃあ持ち場に着くにゃ。私の計算によると、現在の工場の全体効率は 98.2 ポイントよ。あなたたちならもっと高められるはず。さあ、最高効率を目指そうよ。オース！リーダーさん、すごい気合ですね。効率か。ミスに気をつけて、周りに迷惑かけないようにしなくちゃ。こんな大事な時期にやらかしたりでもしたら一発 KO で即クビですよね。緊張で手汗が。そうなったらこれまでのバイト代も没収されて、マイフレンド君の腕は一生ブラブラしたままです。そうならないように。キャラセル全て完成品だ。はぁ、間一髪ね。あんまり一人で気負いすぎたらダメよ。工場はチームプレイなんだから。困ったことがあったら何でも言ってちょうだい。はい。はあ、なんて頼れる上司なんでしょうか。ああいう仕事ができるようになれば、自然と周りの人もついてきて友達もいっぱい増えるんだろうな。よし、私もできるアルバイターになるぞ。にゃ、なんて細かいパーツなんだにゃ。でもこれはこうしてと、いい感じにゃ。みほゆ、どうかにゃ。ちょっと見せてみて。いいわね、バッチリじゃない。にゃっふんふん、これくらい私にかかれば朝飯前にゃ。玉木さんすごいです。手先がものすごく器用なんですね。そんなスキルどこで身につけたんですか？それはワクワク。鍵がない金庫とかを開けたりとかしてたら、そのなるほど、身近なトラブルの解決屋さんなんですね。そういうことにしておくにゃ。危なかったにゃ。あの純粋な瞳で見つめられたら嘘もつけないし、かといって
本当のことも言えないね。玉木さんはうちのギルドの中でも一番手先が器用なの。もう少し細かいデザインのおもちゃも作れるようになるかも。どんとこいにゃ。たい焼き工場のために私も本気出すにゃ。これは猫の気まぐれじゃないにゃ。97 98。私なんかよりもたくさん友達がいるからもっと敬わないとバチが当たっちゃうかも。最初の一体を梱包してみたけどなかなかいい感じにゃ。おもちゃ作りも楽しいにゃ。その調子よ玉木さん。たい焼き作りに応用できそうな技術もあったし、たまには違うことをやってみるのも面白いにゃ。そうだ、このおもちゃは実はたい焼きが好きだったってことにするにゃ。それで小さなたい焼きのアイテムも付属するのはどうかにゃ。却下よ。今からじゃ追加なんて間に合わないわ。ふう、もっと早くに思いついておけばよかったにゃ。まあいいにゃ、いつか絶対たい焼きのおもちゃを作ってみせるにゃ。うん、お疲れ様。どれもいい仕上がりだね。これも葵くんのおかげだよ。君のようにおもちゃを大事にしてくれる子供たちのもとに早く届けてあげたいね。残りも梱包して出荷しよう。そうそう、この子たちの名前はみんなのトイフレンドくんにしたよ。みんなのトイフレンドくん、とってもいい名前だと思います。葵くんの大丈夫マイフレンドくんを元にしたけど、その名前は君たちのものだからね。新しく考えてみたんだ。いつも子供たちに寄り添って元気を与えられるような、そんな願いを込めてこの名前にしてみたよ。それってまるで友達のようですね。みんなのトイフレンドくんたち、みんなそれぞれに子供の友達ができるってことですね。そして大丈夫マイフレンドくん V4 はそんなみんなのトイフレンドくんたちと友達。すごいなー、すごいなー。マイフレンドくん、いっぱい友達ができたよ。私も嬉しいなー。うん、楽しみだよね。それじゃあトイフレンドくんたちの門出のお祝いをしよう。まあスケジュール的にも問題ないし、たまには息抜きも必要かしらね。玉木さんと葵ちゃんの歓迎会も兼ねましょうか。それじゃあ準備に取り掛かるわよ。ボス、お祝い、歓迎会、まさか、まさか。乾杯。乾杯。この儀式を始める呪文をぼっちの私が口に出した瞬間に喉が焼き切れてしまいます。にゃふふ、たい焼きの味はどうかにゃ。うん、これ美味しいね。そうにゃそうにゃ、ケータリングとしてたくさん納品して正解だったにゃ。もちろん追加注文も受け付けるにゃ。もちかん、あんこの控えめな甘さ、こりゃ毎日でもいけるな。ほうほう、なら社食のおやつとしてどうかにゃ。毎日お昼に搬入するにゃ。工場長、前々から工場にお菓子コーナーの設置をお願いしたいと思ってたんですよ。これを機にどうかお願いします。そうだったの。なら福利厚生の一環として
玉木くんにお願いしちゃおっかな。そうこなくっちゃにゃ。今なら特別にお安くしとくにゃ。携帯式たい焼きメーカーを持ってきて大正解だったにゃ。けど毎日バイトしながらみんなの分のたい焼きを作るとなるとなかなか大変だにゃ。猫の手も借りたいくらいにゃ。そうにゃ、工場の技術を応用してたい焼きメーカーを開業するにゃ。短時間でこの大人数に提供するためにもっともっと効率的に焼けるようにしてみるにゃ。もちろん美味しさはそのままにゃ。それをバイトの成果として秋野に報告すればきっとたい焼き工場再建に一歩前進できるはずにゃ。よし、頑張るにゃ。ラララ。やっぱり隅っこって落ち着くな。ここの倉庫は箱がいっぱい積まれてて身を隠すには最適です。そうそう、パーティーみたいな賑やかな場に馴染めなくて壁際にずっと立ってる人のこと壁の花って言うんだよね。マイフレンド君は知ってた？そっか、そうだよね、私とずっと一緒にいるんだもん。よく知ってて当然か。マイフレンド君、何か言った？そうですね、私に花なんて例えは似合わないから壁の枯れた雑草ってところがぴったりだね。ナイスツッコミ、心にぐさっと突き刺さったよ。はいと、あそ、これはマイフレンド君の声じゃない？まさか打ち上げという賑やかな空間に適応できず、ついにぼっちの極地に至ってしまい、無意識で脳内に新しい友達を作り出してしまったのかも。我が輩はここにいる。早く出してくれ。現状じゃない？ということは、なんだ、実際に誰かが叫んでいるだけでしたか。よかった、ついにぼっちのマイナスエネルギーが全身の神経に回っておかしくなったのかと思いました。拝見、美里先生。エルフの森を離れて数週間が経ちましたが、都会の荒波に揉まれつつもなんとかギリギリの状態で日々を過ごしています。かしこ。おい、無視するな。聞こえているのは分かっているんだぞ。なんて高圧的な態度なんでしょう。パーティーの最中にこんな倉庫の隅に私以外にも人がいるなんて。もしかして従業員の誰かが昼寝してる間に箱に埋もれちゃって出られなくなったとか。大変です。確かこの辺りから聞こえてきたような。この箱だ。中に誰か入ってるのかな。でもこんなところに入れる人なんているわけが。もしかしてドッキリ大作戦？打ち上げパーティーの余興で私を驚かせてその反応を見て楽しもうという魂胆？わかりました。これもぼっちとして生まれたものの定めです。今すぐに開けて皆さんが喜ぶようなリアクションを取ってみせます。ほれほれ、もっと食べるにゃん。追いたい焼きするにゃん。サービスするにゃん。うわゆかりさんがいなくてよかったわね。この前冬にやったパーティーでも大変だったし、おっと、噂をすれば駆けつけてくるかもしれないし、これ以上口にするのはやめておきましょうか。ひょー
な、何かあったのかな。そういえば、いつの間にかどこかに行ってたし。ともかく行ってみましょう。倉庫の方よ。葵ちゃん、どうしたの？リーダーさん、あの、おもちゃが勝手に動いて喋って。落ち着いてちょうだい。そんなおもちゃあるわけ。ここにいるぞ。やっぱりリーダーさんたちも見えてますよね。よかった、私の幻覚じゃなくて。これは随分と古いデザインのおもちゃだね。確かトイキングって商品名だったような。昔うちの工場が作ってたものだね。カタログでは見たことがあるよ。でもおもちゃが動くなんて。おもちゃの姿をした魔物の一種なのかしら。魔物呼ばわりとはしっけえな。我が輩は立派なおもちゃだぞ。うん、やっぱりみんなで同時に変な夢でも見てる気がするにゃ。さあみんな、たい焼きでも食べて正気に戻るにゃ。待ちたまえ。我が輩はその昔は子供から愛され、また同じように我が輩も子供を愛していた正真正銘のおもちゃだ。いや、だからっておもちゃが喋って動く理由にはならないにゃ。まあそうでもないぞ。それが原因で動くようになったのだから。むかーしといっても我が輩も記憶が定かではないのだが、何せその意識が芽生えた時にはこの箱の中にいたのでな。ただ動けなかった頃の記憶や思い出はぼんやりとあるのだ。いや、正確には感触やぬくもりといった方が近いやもしれぬが、我が輩の持ち主である子供と楽しく遊んでいた思い出が、そう、それは紛れもなく本物の友達のように、そしてこの箱の中で幸せだったあの日々をもう一度送りたいと願い続けていたら、ある時意志が芽生えたのだ。それからというもの、箱の中で長い間、そう、昼も夜もわからないここで誰かに出してもらおうとずっと声を上げていた。そしてついに見つけてもらったのだ。なるほどね。持ち主だった子供からの愛着が君に影響を与えたといったところだね。にわかには信じがたい話だけど、事実こうして動いているものね。まあ経緯はともかく、どうして今日まで誰にも見つからなかったのかしら。倉庫は頻繁に出入りがあるし、すぐに気づかれそうなものだけど、奥の方に積まれていたとはいえね。確かにそうにゃ、機械の音で聞こえなかったとこかにゃ。でもそれならどうして葵だけが気づいたにゃ。その答えはきっとぼっちだからですにゃ。では僭越ながら私が説明させていただきますね。私が持ち合わせていたぼっちスピリットと、箱の中にずっと閉じ込められていたことで芽生えたこのおもちゃトイキングさんのぼっちスピリットが共鳴したんだと思います。はい、ぼっちスピリット。ええ、ぼっちならざる者には持つことのできないものです。なのでぼっちである私には声が聞こえたんだと思います。そして皆さんにも声が聞こえるようになったのは、トイキングさんが喋れるという認識をしたからじゃないかと。多分。どういうこと？例えば普段から近くにいたのに影が薄いせいで気づかれない人が、ある時ふとしたきっかけで途端に視界に入るようになるってことありませんか？今回のこともそれと同じことなんじゃないかって思うんですけど、これはぼっちあるあるの一つなんですが。
と何言ってるかよくわからないにゃ。ぼっちあるある？どういう理論かわからないけど、まあいいわ。とにかくあなたはもともとおもちゃで、昔みたいに子供と友達のように遊びたいって願ってたら意志が芽生えたってことね。うむ、その通りだ。こうして自由に体が動くようになったのは、ついさっきぼっちスピリットとやらと共鳴した時だ。昔って一体どれくらい前なのかしら。あなたの持ち主は場合によってはもう大人になっていて、おもちゃで遊ぶっていう年でも、この箱はうちが引き取ったものだね。貼ってあるラベルによると、なんてことだ、引き取ったのはかなり前のことじゃないか。私が工場長になったばかりの頃だ。慣れない業務と忙しさのあまり、君を引き取ったことを忘れてたみたいだ。ごめんよ、トイキング、ずっとこんな倉庫の奥に。まあよい、こうして意志を持つことができたのだからな。我が輩は特別なおもちゃになれたのだ。おもちゃを引き取る？ここは製造工場なのにですか？ああ、それもうちの事業の一つでね。きっとそのうち葵くんにもやってもらうことになるから、詳しくはその時にでも。それより、すごいよこのトイキング、すごい。大切にされたものに意志が宿るって話は、私たちおもちゃ業界の間でもよく聞くけど、まさか本当にいるだなんて。それも目の前にいて私と会話してる、まるで夢のようだよ。おお、お主いい反応をするではないか。そりゃそうさ、長い間おもちゃ作りに関わってるけど、こんなこと初めてだよ。その目の輝き、なんだか懐かしいな。我が輩を見る子供もそんな目をしていたぞ。君はおもちゃの役目を体現しているね。こうして意志を持ったことだし、ずっと放置していたお詫びも兼ねて、どうにかして望みを叶えてあげたいけど。そうだ、トイキングをリバイバルしよう。君をベースにして再生産し、もう一度流行らせるんだ。人と喋れる君を子供に預けるのは何かと問題が起こりそうだから、君自身が遊んでもらうってことではないけど、どうかな。まずはこんなところから始めてみようよ。我が輩たちトイキングのブームか。あの頃は子供たちに人気だったな。いいだろう、よろしく頼む。よし、決まりだね。昔の設計図はどこかに残ってるかな。もしなかったら、君の素体から型を起こしてもいいかな。ああ、よかろう。子供が喜んでくれるなら、我が輩は何でも協力しよう。パーティーのサプライズプレゼントってところかしら。昔人気だったおもちゃみたいだし、今の子供だけじゃなく、レトロなおもちゃが好きな人たちも狙えそうね。にゃはは、葵のお手柄だにゃ。ねぎらいのたい焼きをあげるにゃ。わ、私のおかげ、ぼっちだったことが生まれて初めて役に立ちました。悪いことばかりじゃないんですね、ぼっちって。はい、トイキングさんの新しい友達作りですね。感謝するぞ、葵ちゃん。これから世話になるが、よろしく頼む。ぼっちスピリットを持つ者同士、頑張りましょう。いいぞ、この前のテスト頑張ったもんな。よし、一緒に選んであげよう。お、このおもちゃなんて言ったっけな。何これ、初めて見た。なんかかっこいいじゃん。
パパが小さい頃に流行ってたおもちゃだよ。そうそう、トイキングだ。そうか、再販されたのか。強そうだし、それがいい。パパも一緒に遊ぼうよ。みんな注目、いい知らせだよ。この前販売したばかりのトイキングジュニアがもう完売だって。100体全部すごい勢いで売れたって連絡が来たよ。ははー、我が輩の同胞たちはこの時代でも子供に人気なのか。うん、素晴らしいではないか。やはり我が輩はおもちゃの王様、トイキングだ。下ろした店から追加生産の依頼がひっきりなしでね。そこで増産をしようと思うんだ。売れ行きからすると追加で900体ってところだね。美冬くん、スケジュール組めそうかな。そうですね、なんとかしましょう。欲しくても買えなかった子供たちのためにも最大効率のスケジュールを組みます。腕の見せ所ね。みんなやってやろうじゃない。気合い入れ直して頑張りましょう。おでいいじゃない。掃除は後でいいから遊びに付き合ってあげなさいよ。今すぐ掃除したいです。させてください。待て待て、はい、今日の授業はここまで。残り時間は自由におしゃべりしましょう。みんなは最近どんなことに興味があるのかしら。先生に教えてほしいな。僕はトイキングジュニアにハマってるよ。強そうだから好き。俺はトイフレンド君派、優しそうだから。あら、それは何かしら。この前出たばっかりのおもちゃだよ。クラスのみんなでハマってるんだ。あら、楽しそうね。先生も小さい頃よくお人形さんでおままごとして遊んでたわ。けど学校には持ってきちゃダメだからね。帰ってから遊ぶのよ。はーい。蹴散らせ、トイキングジュリア。負けないぞ、トイフレンド君。ゴー。うちの子、あのトイキングっておもちゃを買って以来ずっとああやって遊んでるんですよ。うちもなんですよ。店でトイフレンド君を見た時、これが欲しいってダダをこねて大変でしたよ。みんな楽しく遊んでくれてますね。うん、ぼっちの私には眩しすぎて目がつぶれそうです。うん、我が輩の同胞たちも楽しそうである。わかるんですか。ということは彼らもあなたみたいに意志が。いや、同胞たちに意志はないし自力で動くこともない。だが顔を見ればわかる、子供たちと遊べて喜んでいるよ。そっか、あの子に遊んでもらってるトイフレンド君も楽しんでくれてるといいな。あー、我が輩も早く子供たちに遊んでもらいたい。あなたはただのおもちゃじゃないから。工場長も言ってたように、子供たちが驚くんじゃないかしら。きっといい案が見つかるから、もう少しだけ待っていてちょうだい。そうか、子供とは遊びたいが驚かせたくはないしな。我慢しよう。あのお姉ちゃんもトイフレンド君持ってる。やっ、お姉ちゃんも一緒に遊ぼうよ。
今日は僕たちでダブルトイフレンドくんだ。あれ、けどちょっと形が違うような。それになんだかボラボラだ。うん、これはその、すごーい。おもちゃってどんな風に作るの？教えて教えて。純粋な眼差しでぼっちの私は溶けてしまいそうでした。じゃあお届け物です。あ、はい。たくさん箱が届きました。なんだろう、おもちゃの材料かな。目玉が飛び出てる人形にお腹が裂けて綿が出てるぬいぐるみ。これペロペロくんのぬいぐるみじゃない。懐かしいわね。それなんにゃ、変な名前にゃ。これは私がリゾートのビジネスに関わった時にペロペロフィッシュって魚を元に作ったぬいぐるみよ。そのリゾートのマスコットキャラなの。癒し系の顔してるでしょ。海冬の美的センスはよくわからないにゃ。私は魚ならタイ一択にゃ。何やら騒がしいな。何を見ているのだ。我が輩にも見せてくれ。あ、トイキングさん、あのね、さっき届いたものなんだけど。あ、今日も楽しかった。トイキング、明日も遊ぼうね。それじゃあ、おやすみ。新しいおもちゃ買ってきたぞ。うわーい、ありがとうパパ。ねえトイキング、新しいお友達が来たよ。かっこよくて強そう。一緒に遊んであげてね。ブオー、ズババババーン。最近その新しいおもちゃでばかり遊んでるな。前の気に入ってたのはどうした？今はこっちの方がいい。トイキングとはもうたくさん遊んじゃったし、それに最近ちょっと壊れかけてきたからどうしようかなって。だから今はこれがいいんだ。あれ、このおもちゃまだあったんだ。こんな棚の奥にいたのか。子供の頃よく遊んだな。でももういい大人だし、どうしようか。ああそうだ、箱に詰めてっと。ここは誰かいないのか。ねえ、遊んでここから出して。我が輩はここだ。我が輩は楽しいおもちゃだ。我が輩は友達だ。子供に遊んでもらうまで諦めないぞ。誰か我が輩に気づいて、見つけて、遊んで。我が輩は、そうか、我が輩は捨てられたのだ。トイキングさん、何か言いました？いや、何でもない。少し昔のことを思い出しただけだ。今日のところはこれで失礼する。ただいま。営業から戻ってきたよ。工場長、お疲れ様です。
あの、荷物が届いてますよ。おお、今回もいっぱいだね。うんうん、嬉しいよ。嬉しい？ボロボロのおもちゃがいっぱいなのに？ああ、ごめんごめん。そういえばまだ説明してなかったね。この前、トイキングを見つけた時に言ってた、うちがおもちゃを引き取ってるっていうことなんだけど、この工場の仕事は、おもちゃを作るだけじゃなくて、もう一つの大事なこと、修理も行ってるんだ。じゃあ、このおもちゃたちは、ここで修理するために届けられたんですね。そうだよ。どれも子供たちが大事に遊んだおもちゃだ。しっかりときれいに直すのが仕事なんだ。そういうことだから、しばらくは修理を行うよ。ちょっと待ってください。それじゃ、もしかしてトイキングさんって修理のためにこの工場へ？うん、そうだね。そのために届けられたおもちゃの一つだよ。ということは、彼の持ち主はトイキングさんが帰ってくるのをずっと待ってるんじゃ。うん、それは大丈夫だよ。返却は不要だから安心して。トイキングを見つけた後、当時の資料を探したんだ。そしたら、箱と一緒に届いていた持ち主からの手紙を見つけてね。修理が済んだら、学童施設や救護員への寄付を希望すると書いてあったよ。トイキングは小さい頃に遊んでいた大好きなおもちゃだからこそ、これからもずっと子供に大事にしてもらいたいって、そういう考えの人は結構多くてね。だからうちでは各施設と連携して寄付をよく行っているんだよ。そうなんですね。よかったです、持ち主を待たせてなくて。うんうん。でもトイキングは待たせちゃったけどね。長い間寂しい思いをさせてしまったよ。もう一度改めてトイキングには謝ろう。それに持ち主の思いも伝えてあげなくちゃ。あれ、見当たらないな。トイキングさんなら工場長が帰ってくる前にどこかへ行きましたよ。そっか、なら次会った時に伝えるよ。それにしても、ここで修理もできるなんて知りませんでした。バイトに来てからおもちゃを作ってばかりでしたから。あの工場長、ただ元通りに修理するだけじゃなくて、かっこよくカスタマイズすることもできますか？うんうん、もちろんできるよ。そうしてほしいっていう子供もいるから、うちではよくやってるんだ。そうなんですね。じゃあマイフレンド君もお願いしてもいいですか？バイト代がたまったら、ここでかっこよくカスタマイズしてください。ああ、いいとも。ならトイフレンド君のデザインみたいにしちゃうのはどうかな。元はといえば、彼らはマイフレンド君をベースにしたものだからね。わあ、それいいですね。楽しみだね、マイフレンド君。絶対にかっこよくしてあげるからね。作りのおもちゃですね。どうやって直せばいいんでしょう。見せてみて。これは一度ネジを外して、中のバネを新しくした方がいいかも。なるほど。ありがとうございます、リーダーさん。やってみます。うんうん、みんなその調子で心を込めて修理しよう。どれも思いが詰まった大切なおもちゃだからね。さて、そろそろ昼休みにゃ。今日もたい焼きの準備はバッチリ。責任者はどこ？出てきなさいよ。どういうことか説明してちょうだい。にゃにゃにゃ。
ちょっと落ち着いてください。一体何事ですか？何事って、それはこっちのセリフよ。あなたたちが作ったトイなんとかっておもちゃがうちの子に怪我をさせたんですよ。怪我？何が起きたのか詳しく教えてください。詳しくも何も、突然動き始めたのよ。子供の服を引っ張ったり、寝てるところを叩き起こしたり。そんなトイキングジュニアが勝手に動き出すなんて。それに子供にそんなことを。よくもそんな危ないおもちゃを売ってくれたわね。責任取ってちょうだいよ。待ってください。販売したトイキングジュニアに動く仕掛けなんてないんですよ。それにそもそも子供が遊ぶ上で安全面には細心の注意を払って設計しています。遊んでもらう子供に怪我をさせないのはおもちゃ屋として絶対に守らなければならない最低限の責務ですから。ですからどうしてこんなことが起きたのか、現物を見てみないことには。お買い上げになったものを見せてくれませんか？どこかに行っちゃったわよ。散々うちの子を追いかけ回した後、家から飛び出て行ったの。うちもよ。そんな手がかりがあるとすれば一つしか思いつかないわね。オリジナルのトイキングである彼なら何か知ってるかもしれないわ。そういえば今日は見かけてないよね。工場長、大変です。町のあちこちでトイキングジュニアが暴れてます。なんだって？どうしてこんなことに。暴れているトイキングジュニアたちは私に任せてください。町に出て確かめてきます。よろしく頼むよ、美冬くん。けど暴れているとはいえ壊さないようにしてくれるかい？彼らを作った責任者として今回の原因を調べなきゃいけないから。それに子供たちが笑顔で遊んでくれたおもちゃだ。暴れているからといって壊すなんてできればしたくないからね。わかりました。もし出荷した船体の全てが暴れているとしても、全て必ず回収してきます。そうなると人手は多い方がいいわね。君、ありがとう。頼りにしているわ。葵ちゃんも一緒に手伝ってくれるかしら？わかりました。けどこんな大変なこと、私なんかが言っても大丈夫？ちょっと落ち着いてちょうだい。でもみんなで作ったおもちゃが子供たちに怪我させるなんて。葵、私のたい焼きを食べて落ち着くにゃ。クククン、よーく聞くにゃ。私はおもちゃのことはよくわからないにゃ。けど子供に夢を与えるものだってことくらいは知ってるにゃ。私が作りたいたい焼きも同じにゃ。本物のたい焼きはあんこじゃなく夢が詰まってるんだにゃ。暴れてるっていうトイキングジュニアをこのままにして子供たちが怪我でもしたら、そんな夢が壊れてしまうにゃ。だから子供たちのために早く行くにゃ。今はじっとしててもどうにもならないにゃ。根性見せるにゃ。たまにはいいこと言うじゃない、玉木さん。当然にゃ。私はやればできる猫なんだにゃ。わかりました。リーダーさん、私も行きます。任せたにゃ。頼りにしてるにゃ。さて、私は工場に残るにゃ。工場長も慌ててるし、押しかけてくる人もきっと増えるはずにゃ。それにもしトイキングジュニアが壊れておかしくなってるなら修理しなきゃいけないにゃ。工場は私が守るにゃ。ええ、そうね。任せたわよ、玉木さん。行きましょう、葵ちゃん。はい。
当に動いて子供を追いかけ回してますよ。どうやら事態を受け入れるしかなさそうね。驚くのはここでおしまいよ。今は子供を守ることだけを考えましょう。えい！とりあえず一体回収です。怪我はありませんか？うん。せいやは！リーダーさんすごい動き。一瞬で3体もまとめて回収しました。これくらい大したことないわよ。さあ次。町のあちこちから悲鳴が。3人で手分けして回収した方が効率的ね。暴れてるって報告があった場所は把握してるわよね。それぞれ散開して回収に向かいましょう。スズメったら、この前も言ったじゃない。だから遊んであげなさいって。え、何よこれ。どうしておもちゃが暴れてるの？だから助けてくださいってば。わかったわ。どうしてこんなにいるの？一つしか買ってないはずだけど。って、そんなこと考えてる場合じゃないわね。まずは子供たちの安全を。ここでも暴れてるみたいね。あなたは、確か秋野さんのところの。ええ、暴れてるおもちゃを回収に来ました。じゃあこれってまた秋野さんの新ビジネスとかで？いいえ、今回は違うの。今回は後で説明しますから、おもちゃの回収を手伝ってくれませんか？ええ、わかったわ。これ以上うちの子は泣かせないんだから。さあ、今度は私たちが遊び相手よ。待ちなさい。ほら、おもちゃは持ってきちゃダメってこの前言ったでしょ。違うよ、イオちゃん。家に置いてきたのに勝手についてきたんだ。本当？じゃあこれっておもちゃの形をした魔物？みんな、怪我しないように避難してちょうだい。はい。みんな教室から出たわね。あ、いやー、服を引っ張らないで。あ、ダメよ、中に入ろうとしちゃう。くすぐったいじゃない。誰か助けて。暴れ出して服の中に。早く取り出してちょうだい。そこじゃないわ。もう早く取って。なんじゃこいつらは。私に任せてください。気をつけるんじゃ。こいつらうちで売ってる工具を持ち出して振り回しておるぞ。でも子供たちのために。玉木さんとも約束したから。悪さをするのはそこまでです。もう子供たちを追いかけ回したりはさせません。危ない工具だけを狙って、回収
してきました。みんなすばしっこくて大変でした。ありがとう葵ちゃん、この袋にまとめてちょうだい。あ、口をしっかり紐で結んでね。また暴れて逃げないように気をつけなきゃだから。わかりました。うん、これで113体確保。やっぱり手分けして正解だったわね。手当たり次第に回収してきましたけど、出荷したのは1000体ですからね。これで終わりだとは。それにオリジナルのトイキングさんも探さないと。彼はどこにいるんでしょうか。回収したトイキングジュニアたちの動きを観察するに、ただ単純に暴れ回っているようには見えないのよね。必要に子供だけを追いかけ回していたわ。目的のために狙いを絞って効率的に行動しているように感じたの。だから指示を出しているものがいると思う。それってもしかして。そう、きっとオリジナルの彼よ。二人ともこの地図を見てちょうだい。私が回収した場所はこの辺りで、葵ちゃんと君が向かったのはここと、あとこの辺りだったわね。それからジュニアたちが暴れているって報告があった場所は、そしてそれらの中心はここね。きっと市街地のこの辺りにいるんじゃないかしら。住宅が多いから標的である子供も多いもの。原因を知っているに違いない彼を探しましょう。闇雲に残りを捕まえるよりも効率的に問題解決ができそうだわ。わかりました。第三分隊はランドソル西部の学校に急行し、遊んでくれる子供たちを確保。我が輩たちが授業をするのだ。第五、第六分隊は連携して北部にある孤児院を包囲せよ。寂しい思いをしている子供たちを可愛がるのだ。ランドソル中の子供たちと友達になる日は近い。いくつかの先遣隊から報告がないのが気がかりだが、もしや邪魔でも。いました、トイキングさんです。私の読み通りね。葵ちゃん、どうしてここに。そうか、お主らが先遣部隊を。どうやってるかはわからないけど、ジュニアたちを動かしてるのはあなた、トイキングさんなんですね。何があったのかはわからないけど、やめてください。うるさい。我が輩はランドソルの子供たちみんなと友達になるのだ。子供たちと友達に。中の子供全員と。でもトイキングジュニアを暴れさせてるだけじゃないですか。そうよ、子供たちを襲ってるのにそれで友達になれると思っているの。襲う？何を言っているのだ。我が輩は子供と遊んでいるのだ。一生の友情を結び永遠に遊ぶために。葵ちゃんたちも見ただろう、工場に届けられたボロボロのおもちゃたちを。我が輩もあのように最後は投げ捨てられたのだ。だから倉庫の片隅でずっとずっと孤独に放置されていた。トイキングさん、もしかして自分が捨てられたと思ってるんですか。ああ、そうだ。それは違います。違うんです、トイキングさんは捨てられてなんかいません。工場に届けられたのは持ち主があなたのことを大切に思っていたからで。
大人になった持ち主はあなたが子供に長く愛されずっと遊んでもらえるようにと願って修理して新しい持ち主の手に渡すために工場に送ったんです。それからトイキングさんが見た壊れたおもちゃたちだってみんなそうなんです。だから捨てられただなんて言わないでください。黙れ黙れ黙れ。そんな話誰が信じるものか。おもちゃはいつか必ず捨てられる。それがおもちゃの運命、決められた結末なのだ。トイキングジュニアたちにも同じ末路を、同じ悲しみを知ってほしくない。だから戦隊すべての同胞たちに力を分け与え、我が輩と同じように体を動かせるようにしたのだ。我が輩や同胞たちを待ち受ける捨てられる運命を変えるために。そんなボッチスピリットをジュニアたちに分け与えるだなんて、私よりも強い孤独をトイキングさんは。子供たちに遊んでもらい続けることができれば永遠に友達でいられる。これで我が輩はランドソル中の子供たちと遊ぶことができる。意志を持って動き回れるおもちゃは我が輩だけ。すなわち我が輩こそが最高のおもちゃなのだ。ああ、今も感じるぞ。第二分隊が子供たちと遊んでいるのを、手足となって動く同胞たちが感じる友情が心と体に伝わってくる。センターいるから楽しさも千倍なのだ。そんなの全然楽しくないよ。そうよトイキング、子供たちやその親御さんたちは困っているの。遊んでるつもりなのはあなたたちだけよ。これ以上はやめて。うるさい。人間のお主たちにおもちゃの孤独の何がわかるというのだ。我が輩の邪魔をするなら、たとえ我が輩を見つけてくれた葵ちゃんでも容赦せん。全部隊に命令を下す。トイキングジュニアたちを心して聞け。今一度力を送る。直ちに我が輩のもとに集結せよ。さっき回収したのもまた動き出した。一体どういうことよ。戦隊の同胞たちよ、今こそ最強最大最高性能のおもちゃになる時。トイキング戦隊合体だ。トイキングさんたちが集まって大きくなっていく。完成！究極玩具メガトイキング！わトイキングさんたちが合体しちゃいました！なんて大きさなの。もともと合体機能なんてないのに、どうやって。子供を思う気持ちがあればおもちゃに不可能はない。この燃える真っ赤なハートの奥にいる我が輩が戦隊のボディと直結しエネルギーを与える。一度に子供を1000人だっておんぶできるパワーを出せるぞ。1000人乗っても大丈夫なおもちゃは我が輩以外に存在しない。おんぶなんて言ってるけど、このまま子供のところに行ったらきっと怪我だけじゃ済まないわ。はい、今のトイキングさんは子供と遊ぶことを勘違いしています。これでこの世のどんなおもちゃよりも高性能になった。二度と子供に飽きられることなく一生遊んでもらえる。永遠の友情を得ることができる。すなわち我が輩は子供の永遠の友達なのだ。ではこれから友達と遊んでくるので失礼。葵ちゃんたち、どいてもらおう。さらばだ。
鬼ごっこに缶切り、かくれんぼ、ああどれも楽しそうだ。迷ってしまうな。だが我が輩の時間は無限。子供たちと全ての遊びを楽しむぞ。待ってください。ん、まだ何か。我が輩は忙しいのだ。子供たちが待っているのでな。あのトイキングさん、あなたの考える友情って何ですか？なんだと？ぼっちの私が言えたことじゃありませんけど、トイキングさんの言う友情ってあんまり素敵な感じがしません。何？だって友情って友達同士がお互いに感じるものだと思うんです。でもあなたのは自分勝手な思いを一方的に押し付けて子供たちを振り回しているだけです。さっきトイキングジュニアたちを回収した時、ランドソルのあちこちで泣いている子供たちを見てきました。私にはそれが友達同士で仲良く遊んでいるようには見えませんでした。何を言うかと思えば、ならば逆に言わせてもらおうではないか。葵ちゃん、君にとって大丈夫マイフレンド君は友達ではないのだろう。友達作りの練習台のはずだ。そしておもちゃ工場でバイトしているのはひどい扱いをして壊したから。前にそう言っていたな。そうですけど。そして人間の友達ができれば練習台など不要。そうなれば彼は用済みになる。そんな君がひどい扱いを受けて壊され、飽きられれば捨てられる我が輩たちおもちゃと人間との友情を語るのは。それは確かにあなたの言う通り、マイフレンド君を作ったのは友達作りの練習台としてでした。でもこのバイトを始めてからマイフレンド君を前よりもずっと大事に思うようになりました。カスタムするために働くのも楽しかったし、トイフレンド君たちが作られて友達の輪が広がったことも自分のことのように嬉しく思ったよ。けどトイキングさんの言う通りなのかも。マイフレンド君、今まで練習台として都合のいいように扱ってごめん。あなたは私のことどう思ってるんだろう。ずっとずっと昔からあなたは私の大切な図星の涙か。それ見たことか。間違っていたのは葵ちゃん、お主の方だったではないか。友達と遊びに行かせろ。君、力を貸して葵ちゃんを守るわよ。邪魔するな。葵ちゃん、立ち上がって。リーダーさん、団長さん、大丈夫マイフレンド君。泣いたって無駄だ。次が我が輩たちにとって絶好の一撃だ。そこまでだ。何？これ以上俺の友達に涙を流させはしない。もう泣かなくていいよ、葵。誰ですか？
俺だよ俺。よっと。葵の友達、大丈夫マイフレンド君 V4 さ。どういうこと？葵ちゃんのマイフレンド君がトイキングみたいに喋って動いてるわよ。我が輩以外にも意志を持つおもちゃだと？あの時みたいにボッチスピリットが極まって。その逆さ、これは友情の力だ。友情？私とのですか？ボッチの私にそんな力あるわけが。いや、確かにあるのさ。さっき俺に落ちた葵の涙には特大の友情が詰まっていた。そっか、涙を流す直前に彼の力を受けたわよね。その影響で葵ちゃんの思いがもっともっと強くなったのよ。マイフレンド君が動き出すくらいにね。素晴らしい友情の力だわ。けどな、これまでも言葉なんか交わさなくても葵の気持ちをいつも感じてたさ。俺のために慣れないバイトも頑張ってくれてサンキューな、マイフレンド君。いい加減にしろ。茶番はここまでだ。全員まとめて絶交してやる。おっと、のんびり話してる暇はなさそうだ。今は俺たちがやるべきことをやろう、葵。そう、トイキングに俺たちの友情を、本物の友情を教えてやるんだ。わかった。マイフレンド君がいるから頑張れそうだよ。行こう。ああ、やってやろう、葵。そんなちっぽけな木片のおもちゃが動いたところで、この究極玩具をメガトイキング様にかなうはずはない。それはどうかな。おっ、やった。ちょこまかと動きおって鬱陶しい。どこに行った。かくれんぼって知ってるだろ。ここだよ。バカにしようって。低クオリティのおもちゃが我が輩の頭に登るなど、王冠を汚したな、この無礼者め。絶対に許さんぞ。隙ができたな、今だ葵。いい動きだ葵。やればできるじゃん。クールだね。本当？友達に褒められちゃった。嬉しいな嬉しいな。でもまだ物足りないな。君の活躍もっと見せてくれよ。うん。いい加減鬱陶しいぞ。だがちょこまか動き回ったところで我が輩にはかなわん。木でできたお主のボディなどこの拳でぶっ潰してやる。もろに食らったらやばいぞ。文字通り、お主たちはこれで木っ端みじんだ。させない。リーダーさん。さすが美冬さん、バイトリーダーは伊達じゃないな。私もいるってこと、まさか忘れたとは言わせないわ。美冬さん、お主にも感謝しているよ。おかげで千体もの同胞が誕生した。そして我が輩はこの巨大なボディを得た。だからお主らが作ったおもちゃの性能を身をもって感じてくれ。素晴らしい仕事をしたんだと極上の喜びを感じてくれ。
史上最も偉大なおもちゃの力だ。うわっはははははなんてデタラメな強さなの。似合ってくれるじゃない。さすがに今の攻撃は私でも。私も、もうこっちの攻撃も全然効いてないですし、勝てるんでしょうか。君、そうね、弟子に恥ずかしいところ見せちゃったわね。そうですよね。こんなところで諦めたら BB 弾失格ですもんね。トイキングさん、私たちは子供を傷つけるおもちゃを作ったつもりはありません。私たちの仕事は子供の笑顔のために楽しく遊んでもらえてることに喜びを感じるんです。ああそうだ、葵たちが作ったのは子供に寄り添って元気を与える友情のおもちゃだって教えてやろうな、みんな。マイフレンド君、誰に話しかけてるの？誰って？決まってるだろ、俺の友達さ。友達？どこにいるの？鳥？それとも飛空艇？いや、俺たち、みんなのトイフレンド君さ。工場で作ったあの空を飛んできましたよ。ああそうだよ、葵が俺のことを思って作ってくれた100体の友達さ。葵が心を込めて作ってくれたから、俺を動かしてる葵の熱い友情エネルギーがみんなのハートにも伝わるんだ。友達の輪が広がっちゃいました。こんな夢みたいなこと本当に起きちゃうなんてすごすぎます。何かと思えば小さなおもちゃが集まっただけではないか。少子千万、それくらいで我が輩に勝てるとでも？ああその通り、思ってなんかないさ。このままじゃね、準備はいいな。ああやろうマイフレンド君。よし行くぞ、トイフレンド君たち、友情合体だ。なに？マイフレンド君とトイフレンド君たちが手をつなぎ合った。心の握手で友情をつなぎ、涙を拭う青い翼、最強マイベストフレンド君、ここに誕生。して大きくなった。驚いてる暇はないよ葵。そうだよね。二人の友情の輪に私たちも混ぜてもらうわ。力を合わせよう。戦隊のおもちゃは力を与えられているだけだったわよね。はい。だったらオリジナルのトイキングに狙いを絞るのが最高効率だわ。やってみます。トイキングさん！
葵ちゃん。もう大丈夫、一人じゃないよ。このぬくもり思い出した。そうだ、これが本当の友情だ。これで仲直りだね。最強マイベストフレンドくん、ありがとう。おかげで助かったよ。ああ、いいってことさ。マイフレンドくん、合体が、大丈夫？ちょっとはしゃぎすぎちゃってさ。ようやく葵と直接話すことができたから、ついね。マイフレンドくん。どうやら、ここまでみたいだ。すまないな。大丈夫だよ、マイフレンドくん。これからも変わらず、私の友…おっと、皆まで言わなくていいさ。大丈夫、わかってる。俺たちの仲だろ。そうだよね。なあ、団長さん。これからも、葵のそばにいてやってくれるか？頼れる奴がいてくれて俺も安心だ。任せたぜ、BB 団の団長さんよ。じゃあな、葵。また遊ぼう。うん、約束。絶対だからね。指切りなんて必要ないよ。というわけで、トイフレンド君たちもエネルギーが切れた途端にバラバラになって、元通りのおもちゃに戻りました。ちょっと傷がついたりしてますけど。なるほど、わかったよ。戦隊のトイキングジュニアたちもそうか。みんなご苦労様でした。ありがとう。トイキングさんは最後に本当の友情を思い出したって。だからもう暴れたりすることはないはずです。トイキング、本当にすまなかったね。引き取った時すぐに私が修理していれば。君はどのおもちゃよりも純粋だったんだ。孤独によって意志が芽生えるよりも前から、きっと君には子供を愛する心があったんだろうね。君の思いはちゃんと受け取ったよ。子供のため、おもちゃのために、私たちはこれまで以上に頑張っていくからね。トイキング、君は持ち主の希望通り孤児院などに寄付しよう。だいぶ遠回りさせちゃったけどね。回収したジュニアたち戦隊も、修理が終わったら買ってくれた子供たちに早く返してあげよう。葵、工場はこの通りなんともないにゃ。トイキングたちの修理は今すぐにでも始められるにゃ。もちろんみんなのトイフレンドくんたちもにゃ。みんなにも待ってる子供たちがいるからにゃ。ありがとうございます。それじゃあ早速修理を始めようかと思ったけど、葵くんのバイトの期間はあと数日だったよね。数日で全部は修理できないかもしれないけど、よろしく頼むよ。それ以降は最後の一体まで私たちが責任を持って直すから安心して。あのそのことなんですけど、私も最後まで手伝わせてください。でもバイトの期間が。だったら延長とかできたりしませんか？もしできなくてもただ働きでも構いませんから、最後まで私も責任を持ちたいです。トイキングさんとは仲直りできました。今ここで森に帰ったら彼を裏切ることになるような気がします。
それってトイキングさんが一番悲しむことですから、そんな思いをもう二度とさせてあげたくなくて、それにみんなのトイフレンド君たちも私の大切な、だからお願いします、みんなの修理を最後までさせてください。ただでもダメなら逆に私がお金を払ってでも。うんうん、そういうことならバイト期間を延ばしちゃおっかな。もちろん給料は出すよ、時給も上げちゃう。いやー、葵くんに来てもらえてよかったよ。じゃあもう少しだけよろしくね。はい、頼もしい人手が残ってくれて助かるわ。何しろたくさんのおもちゃを一気に修理しなきゃいけないからね。葵ちゃんが抜けたら効率がかなり下がってしまうわ。玉木さん、あなたはどうするの？私も付き合うにゃ。もうちょっとたい焼きメーカーの改良をしたいし、まだまだ工場で学びたいこともあるにゃ。それになんてったってたい焼きの売れ行きもいいしにゃ。にゃふふ。ちゃっかりしてるわね。けど頼りにしてるわ。聞こえてたにゃ。そう、待ってる子供たちのためにもうひと踏ん張りにゃ。え、はい、マイフレンド君、トイキングさん、ちょっと待っててね、すぐに直してあげるから。どうぞ。わあ、おかえり、トイキングジュニア。待たせてごめんなさいね。もう暴れることはないから安心して遊んでちょうだい。お詫びにたい焼きもあげるにゃ。お姉さんたちありがとう。じゃあね。ふう、これで最後。今の子で1100人目ね。トイフレンド君もトイキングジュニアも買ってくれた全員に返し終わったわ。はい、じゃあこれで私たちのバイトもおしまいですね。マイフレンド君もカスタムできたし目的達成です。はじめは工場長にお願いしようと思ってたんですが、やっぱりこの子だけはどうしても自分で直したくて、手間暇をかけ材料をこだわりにこだわり抜いたら、ものの見事にバイト代が全部一文なしの一文字さんです。でも後悔はありません。マイフレンド君のために始めたアルバイトでしたから。かっこよく直せてよかったわね。マイフレンド君の顔がなんだか嬉しそうに見えるわ。葵ちゃんに素敵な友達ができて、いいえ、旧友との友情を見ることができて私も嬉しいわ。私も工場のノウハウを学べたし、やりきったにゃ。たい焼きメーカーもアップグレードできたにゃ。これで秋野のところに帰れるにゃ。ようやくたい焼き工場のリベンジができるにゃ。二人ともお疲れ様。まさかこんなことになるなんて思ってなかったけど、よく頑張ったわね。バイトリーダーとしてお礼を言うわ。ありがとう。私の方こそ大変お世話になりました。そんなにかしこまらなくていいわよ。厳しい仕事を乗り越えたバイト仲間同士、私たちは戦友よ。戦友？その差し出した手はお互いの健闘を称え合う戦友の握手？ええ、短い間だったけどあなたとはいい関係を築けたと思うの。そんな、私はバイトの下っ端の下っ端ですから、バイトリーダーさんとなんて恐れ多くて戦友だなんて名乗れません。私には8万年早すぎの早寝早起き朝方早すぎさんです。にゃはは、美冬が振られたにゃ。ねえ葵。はい、何でしょうか。私は
いつかでっかいたい焼き工場を作ろうと思ってるにゃ。その時にはマイフレンドくんの顔をしたたい焼きを作っていいかにゃ。愛嬌のある顔してるし、子供受けもいいはずだにゃ。もちろん利益の一部はバックするにゃ。悪い話じゃないと思うけど、どうかにゃ。いわゆるビジネスパートナーってやつにゃ。ビジネスパートナー、もし成功すればマイフレンドくんをもっとかっこよくできるかも。マイフレンドくんもいいって言ってますし、喜んで。玉木さん、こちらこそよろしくお願いします。戦友はダメで、ビジネスパートナーはいいってこと？最後まで葵ちゃんの対人価値基準がわからなかったわ。まあそういうことなら、メルクリウス財団とあなたのフォレスティエとも交流が増えそうね。きっとまた何かの縁で会うことになるかもしれないわ。はい、美里先生にも報告しておきます。それじゃあまたね。気をつけて帰るにゃ。はい、それでは森に帰ります。皆さんお元気で。久しぶりに森に帰るね。カスタムしたマイフレンドくんを見て、先生たちはなんて言うかな。きっとかっこよくなったって言ってくれるよね。いろんなことがあったアルバイトだったけど、楽しかったな。そっか、マイフレンドくんも楽しかったみたいだね。それにしても友達100体はすごいよ。マイフレンドくん、一気にリア充の階段を登ったね。よし、私も人間の友達を作らなくちゃ。そしたらマイフレンドくんにもちゃんと紹介してあげるから。友達作りの特訓メニューを考えながら森に帰ろうっと。ルーラルーラー。あの、お姉ちゃん。ビヨヨ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 ヨ。え、鳥の鳴き真似。お姉ちゃん上手だね。ごまかせませんでしたが、帰り道にカツアゲに会うなんてついてません。所持金ならすっからかんですよ。お金？本当ですよ。疑っているなら証明してみせましょう。ぴょーんぴょーん。ほら、一文なしだからお金の音なんてしないでしょ。ぴょぴょぴょーん。お金の話なんて私してないよ。そうじゃなくて、今そのおもちゃと話してたの。えっとマイフレンドくん、どうしよう。変なところを見られてしまいました。ダメな大人の手本としてこの子の記憶の中に永遠に残ってしまうんでしょうか。そうだよね。人間の友達作りのチャンスだね。さっきマイフレンドくんに誓ったんだもん。友達ができたら紹介したいって。だからここで頑張らないと。勇気をもらうね、私の最高のマイフレンド。あのどこか具合でも？大丈夫です。こう見えてエルフの森で野菜中心の食生活を送っていますから、健康には自信があるんですよ。そうなんだそうじゃありませんよね。うん、そのおもちゃのこと。この子は大丈夫マイフレンドくん V4 カスタムといって、私の友達です。よかったら、あの、その私と、私たちと一緒に遊びませんか。
丈夫マイフレンド。腕が取れました。勇気出して踏み出して進むから、一人きりだけど高らかに響かせよう。友達の街でたらめな足取りでも自分の力で進めたら、それは多分キラキラのパレード。いつか言えるかな、友達になってく。夏を満喫ね。熱くいくわ。トイキングさん、私たちの話を聞いてください。今のあなたは子供との友情を勘違いしています。うるさいうるさいうるさい。我が輩は子供の友達。今日も明日も明後日もずっとずっと遊び続けるのだ。あの様子じゃ私たちの声は届かないみたい。これ以上の口論は非効率的だわ。残念だけど戦うしかないみたい。あんなでっかいのどですか。踏みつぶされちゃいますよ。落ち着くんだ葵。俺たちが力を合わせればできないことなんか何一つないさ。マイベストフレンド君、トイキングさんを説得するために頑張ってみるね。調合は完璧です。共同作業できて幸せでした。にゃふんふん、君、猫の手も借りたいって顔してるにゃ。仕方ないにゃ。できる猫が特別に協力してあげるにゃ。さあ一緒に働くにゃ。私が来たからには100人引きにゃ。猫も杓子も遊びたくなるおもちゃを作るにゃ。やればできたじゃないか、葵。トイキングさん、私たちの話を聞いてくれませんか。お願いです。王である我が輩に口答えなど身の程を知れ。友達と遊びたいのだ。邪魔をするな。まずい、逃がしたか。子供を探しに行ったのね。今のトイキングさんは遊ぶことを勘違いしています。子供たちが怪我をする前に止めましょう。街がめちゃくちゃに。それにこの気配は何。まさかこれもトイキングの仕業。間違いありません。トイキングさんのぼっちスピリットです。長年溜め込んでいた孤独が溢れ出ているんです。早くトイキングさんを救ってあげなきゃ。これ以上寂しい思いはさせたくありません。本当の友情をもう一度思い出させてあげましょう。ええ、もちろん彼のところまで最高効率で突っ走るわよ。夏を満喫ね。ご
頑張りますね。ん？お主らもしつこいな。当然です。子供たちに怖い思いをさせたくないですから。それにそんなことをするのが私たちの作ったおもちゃだなんて耐えられません。その通りよ。私たちは子供たちの笑顔のために働いているの。泣いている姿を見るなんて嫌よ。我が輩が遊ぶのに子供が泣くだと？何を言うかと思えば笑わせるでない。我が輩は史上最高のおもちゃだ。我が輩と遊ぶ子供は皆楽しく愉快な笑い声を上げるに決まっている。そうに違いない。どうやらまだ頭は冷えてないみたいね。感情的になってるから油断は禁物よ。あ、はい。トイキングさんのためなら何度だって戦います。フラッシュコアリング、しびれちゃいますよ。全力エイリ、かっこよく決めるよ。フレンドリーコンボショット、決まったね。よし、すごいね。調合は完璧です。植物と力を合わせて、スカイをお願い。ベノムブラスト、私頑張ります。これが植物の力です。さすがです。この調子でバイト仲間作りも。行きますよ。行くわよ。どこまでもどこまでも我が輩の邪魔をしよって。お主たちには感謝しているんだ。我が輩を見つけ、この体となる戦隊の同胞を作ってくれた。だがそれもここまで。絶好だ。いいえ、絶好なんてしません。絶対に。あなたが何と言おうとも私たちは諦めません。諦めない限り、あなたを思い続ける限り、私たちと絶交なんてさせませんよ。よく言ったな、葵。けど気をつけて。あの様子、トイキングはこれまで以上に本気よ。私たちだって気持ちでは負けてません。次で絶対に仲直りしてみせます。くらいます。本は貸しましょ。全力エールよ。お守りします。すべて捧げます。オーララサンクチュアリー。あんたとね、一打入魔。もう一人の私よ、ミラーミラー、見てなさい。ニューイヤーバースト。見事な魔法で。私が守るわ。サマーブライトフォース、みんなでおもてなしや。ミルヘンキングダム、全力エールよ。精霊よ、もう一人の私よ、ミラーミラー、お守りします。オーララサンクチュアリー。本は貸しろよ。勝ちましたよ、主様。あ、主様、なんでもないわよ。うわー、史上最強、最大、最高性能である我が輩が
主たちに負けただと？よくやったな、葵。これでようやくおとなしくなったみたいだ。今の彼にならきっと言葉が届くはずだわ。トイキングさん、お願い、私の話を聞いてください。これで喧嘩は終わりにしませんか？さあ、私たちと仲直りの握手です。緊急事態です。今までとは比べ物にならないほどの力を持つ強力な魔物が出現しました。このままでは大変なことに。お願いします、あなたの力を貸してください。こちらから新たに現れた強力な魔物に挑戦することができます。頑張って挑戦してみてください。おはようございます。今日も日が昇る前から工場に来ていましたよ。私みたいな新人は誰よりも早く来るべきですからね。仲良く行きましょう。認めん。我が輩は絶対に認めんぞ。我が輩は子供と遊びたいのだ。もうやめてください。子供たちを悲しませるだけです。お願いですから私たちの話を聞いてください。そんなはずないだろう。我が輩は最高のおもちゃなのだぞ。子供たちも我が輩のことが大好きなのだ。どうやらここは力を貸すしかないようだな。俺たちの友情を見せてやるんだ。マイベストフレンド君、一緒に戦ってくれるんだね。みんなで力を合わせて頑張ろう。たかだか百体合体のおもちゃに何ができるというのだ。我が輩の体は千体、どちらが優れているか明白ではないか。どうかしら、数では負けてるけどそれを補う友情があるのよ。トイキング、あなたにそれを教えてあげれば。精霊よ、本は貸しません。そうしません。よっ、任せてくださいませ。捜査の邪魔だよ。縁起物よ。邪魔に突きたまえ。お年玉よ。もう一人の私、ミラーミラー見てなさい。ニューイヤーバースト。そこです、お守りします。オーロラサンクチュアリ、平和の種に。ミルヘンキングダム。はっ。もう一人の私、ミラーミラー探偵のたしなみさ、クリミナルプリズン見てなさい。ニューイヤーバースト。クライマス、平和の種に。ミルヘンキングダム。お守りします。オーロラサンクチュアリ、お縄に捕まえ。精霊よ、ひどらせ。もう一人の私、ミラーミラー任せてくれたまえ。クリミナルプリズン見てなさい。ニューイヤーバースト。やった、洗いざらい、平和の種に。ミルヘンキングダム。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。そこ、もう一人の私、ミラーミラー見てなさい。ニューイヤーバースト。縁起物よ。任せてくれたまえ。クリミナルプリズン。はあ、ぜえ。もう一人の私、ミラーミラー発言。ニューイヤーバースト。平和の種に。ミルヘンキングダム。私の新たな力、オーロラサンクチュアリ。任せてくれたまえ。クリミナルプリズン。任せてくださいまし。精霊よ、もう一人の私、ミラーミラー
ニューイヤー。グッジョブ、アオイ。俺たちの友情パワーの味はどうだい、トイキング。すごいよ、やったよ、かっこいいよ、マイベストフレンドくん。くそー、この我が輩が負けるわけなど。これが人間とおもちゃの真の友情だとでも言うのか。いや、そんなはずはない。お主たちは間違っている。我が輩こそ真のおもちゃ、真の友達なのだから。あれ、たまきさん工場にいるはずなのにどうして。それに私もいますよ。友達が欲しくて、とうとう自分自身を友達に。そんなはずはないわ。トイキングの歪んだ友情が作り出した幻ってところかしら。こんな芸当ができるなんて。これ以上トイキングを暴れさせるわけにはいかないわ。もう一踏ん張りよ。さあ、モットーは事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開。あたあ、初詣に行くわよ。平和のためにミルヘンキングダム。お守りします。オーロラサンクチュアリー。探偵のたしなみさん、クリミナルプリズン。この謎が解けるかい。見てなさい、ニューイヤーバースト。参りましょう、ヘル様。一歩いておくれよ、見てなさい、ニューイヤーバースト。好きだろ、お守りします。オーロラサンクチュアリー。精霊よ、好きだろ。もう一人の私、ミラーミラー、私が守るわ。サマーブライトフォース。みんなでおもてなしな、ミルヘンキングダム。よっ、見てなさい、ニューイヤーバースト。私の新たな力、オーロラサンクチュアリー。やあ、みんなでおもてなしな、ミルヘンキングダム。もう一人の私、ミラーミラー。ヘイ、精霊よ、私が守るわ。サマーブライトフォース、全力エールよ。お守りします、オーロラサンクチュアリー。そっち行け、ニューイヤーバースト。みんなでおもてなしな、ミルヘンキングダム。もう一人の私、ミラーミラー。私が守るわ、サマーブライトフォース。落ち着いてなさい、ニューイヤーバースト。そこで失礼、お守りします、オーロラサンクチュアリー。いい動きだったわよ、葵ちゃん。見た目が同じとはいえ、所詮は模造品。効率の良さで負けるはずないわ。お主たちの言う通りなのか。我が輩は間違っていたのか。しかし、なぜお主たちは我が輩のためにここまで。まったく、まだわからないの。あなたのことを、そして子供たちのことを本当に思っているからに決まってるじゃない。そうです、相手のことを思いやるのが友情というものなんじゃないでしょうか。だからまずは私たちと友達になって、一から友達の輪を広げませんか。みんなで手をつなぎ合いましょう。しかし、
我が輩はこの手で子供たちを泣かせてしまった。友情を壊してしまったのだ。いよいよ正念場よ。もう一度効率を意識しましょう。大丈夫だよな、葵。ここで負けるわけないって俺は信じてるぜ。うん、優しいトイキングさんに戻してあげます。私たちの友達として仲直りの握手をしてみせますよ。勝ち切りましょう。食らいます。見てなさい、ニューイヤーバースト。みんなでおもてなしな。ミルヘンキングダム。もう一人の私、ミラウンダ。私が守るわ。サマーブライトフォース。お守りします。オーロラサンクチュアリー、立ち行け。ニューイヤーバースト。全力出るよ。任せてくださいましょう。もう一人の私、ミラウンダ。立ち行け。ニューイヤーバースト。みんなでおもてなしや。ミルヘンキングダム。私が守るわ。サマーブライトフォース。お守りします。オーロラサンクチュアリー。倒しません。お渡しましょう。せい、見てなさい、ニューイヤーバースト。もう一人の私、ミラミラ。みんなでおもてなしな。ミルヘンキングダム。お守りします。オーロラサンクチュアリー。私が守るわ。サマーブライトフォース。全力エールよ。見てなさい、ニューイヤーバースト。食らいます。落とした。みんなでおもてなしな。ミルヘンキングダム。もう一人の私、ミラウンダ。お守りします。オーロラサンクチュアリー。私が守るわ。サマーブライトフォース。はじけ。何発でも打ち込むわ。ニューイヤーバースト。見事な魔法です。真似る価値もない相手でした。お疲れ様でした。ギルド管理協会より報酬をお渡しさせていただきますね。おや、ここで新たに挑戦できるモードが解放されたようですよ。一度内容を確認してみましょう。10回も。でもこれで終わりではありませんよね。子供やおもちゃたちのためにもっともっと頑張ります。大丈夫マイフレンドくん V4 をカスタマイズするためにアルバイト頑張ります。これで回収20回目っと。君もいい働きっぷりね。師匠としてもバイトの上司としても誇らしいわ。でも君はまだまだこんなものじゃないでしょ。そう、これからはもっと効率を重視していくわよ。新商品の納期まで時間がないわ。作業工程の改善化を図ってもっと効率を上げないと。バイトリーダーとしての腕の見せ所ね。
イキングの回収はこれで30回目よ。葵ちゃんお疲れ様。よく頑張ったわね。リーダーさんに褒められてしまいました。私役に立ててます。バイト先に居場所ができました。でも現状に満足した瞬間、成長は止まってしまうわ。貪欲さを忘れないでちょうだい。さすれば究極効率への道は開かれるの。はい、事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開で頑張ります。おはようございます。今日も日が昇る前から工場に来ていましたよ。私みたいな新人は誰よりも早く来るべきですからね。ついに人生初のアルバイトが始まってしまいました。不安で仕方ないんですが、本当に私はやっていけるでしょうか。怖い先輩の前で失敗して怒られたりするんじゃ。はい、失敗を恐れずに。怖くない。失敗なんて壊れかけの小雨で怖がらせ。すみません、意識したら余計に怖くなって取り乱しちゃいました。そうですよね、バイト経験豊富な頼れるあなたが一緒なら頑張れそうです。私 BB 団でよかったです。健全で明るくてアットホームな職場だって言ってましたもんね。でもどんなに皆さんが優しくても私が馴染めるかどうか。そうだ、今から職場に溶け込む練習をしませんか。もらった作業服に袖を通すのも慣れてきました。ちゃんと似合ってるかな。私だけ工場で浮いてないといいな。ありがとうございます。いかにも職人さんって感じがして、どんなおもちゃでも作れる気がしてきます。なんて言い過ぎでしょうか。厚手の生地や道具の収納がたくさんついていて、いかにもお仕事するぞって感じですよね。今の私も見た目だけならすごく仕事のできる人に見える気がします。分かっちゃいますか。私こういう制服みたく、みんなで似たデザインの服を着るのって好きなんです。私みたいなぼっちでも仲間ができた気になれるので。まだまだ工場の皆さんとうまく会話ができません。もっと溶け込んでバイト仲間を作りたいんですが、仲間作りのコツを一緒に考えませんか。共通の趣味を通して会話を円滑に運ぶ上級テクニックですね。そもそも人と話せない私にはまだ早いかもです。でもそのテクニックを身につけてこそですよね。人として最低限のラインから見直した方がいいということですね。挨拶千本ノック練習を始めないと。ではまず私から。ごきげんよう。なるほど、一生懸命働いて仕事ぶりから認めてもらうんですね。千里の道も一歩から。ぼっち卒業に近道なんてありませんからね。
では早速、泊まり込みで24時間バイト生活を。え？それはダメ？リーダーさんのことですね。恐れ多くてお名前は口にできません。いつもテキパキ仕事をしてるし、皆さんに頼りにされててすごいです。どうすれば私もリーダーさんみたいになれるんでしょう。なるほど、強くなればリーダーさんのように自信を持って仕事ができる、そういうことですね。でも傭兵ってなんだか怖そうなので、マイフレンド君と練習してからでいいですか？リーダーさん、いつも効率が大切だって言ってますもんね。私もできることから頑張ってみようと思います。ではまずはツッコミの素振り1000本の効率化から。リーダーさんはバイトの鉄人だって言ってましたもんね。確かにそれができたらリーダーさんに近づけそうですが、私一人じゃ自信がないので、あなたも一緒にやってくれませんか？この工場でのバイトも随分慣れてきた気がします。はじめはやっていけるか不安でしたけど、最近は働くのも楽しいです。そうですよね、私たちが作ったおもちゃで遊んでいる子供を見かけるととっても嬉しくって、もっと頑張ろうって思います。そう言われると照れちゃいますね。確かにみんなのトイフレンド君を作るきっかけは私でしたが、今考えるとぼっちには不釣り合いな出来事でした。実はまだバイト仲間はできてなくて、そこそこの期間働いているのに不甲斐なくてすみません。でもいつかきっと皆さんとも仲良くなりたいです。玉木さんってお昼休みのたい焼き販売も人気ですし、この工場に欠かせない存在ですよね。すごいです。私にも見習えるところってあるんでしょうか？なるほど、玉木さんたい焼き作りに生かそうと工場の技術を熱心に学んでますもんね。私も技術を身につければ工場の一員としてもっと認められて仲良くしてもらえるかも。玉木さんの明るさは工場に活気を与えていますよね。真似できたらすぐバイト仲間もできそうですが、私はそもそも人とまともに話せないので、まずはマイフレンド君と練習を。確かに玉木さんの喋り方は親しみやすい気がします。猫のビースト族だからニャンなら、私はボッチのエルフなので、今日からボッチって話します。ボッチ、マイフレンド君のカスタマイズは私自身の力でやろうと思うんです。でも私なんかのヘナチョコな技術なんかで喜んでくれるかな？そうですね、マイフレンド君の心に気持ちは伝わると信じて、誠心誠意全力でやろうと思います。you
よね。技術力より何より心を込めてカスタマイズすることが大事だと思っていますから、私もっともっと頑張ります。そうかもしれませんね。真心を込めて私が直せば、マイフレンド君が嫌がるということはきっとないですよね。何せ私たちは友情の力でつながっているんですから。今日も一日ベルトコンベアに流れる部品とにらめっこです。よしよしよし。よかったらで全然構わないんですが、今日一緒にランチどうでしょうか。倉庫の隅で。おもちゃ工場で人間の友達の量産もなんて都合のいい話はありませんよね。作業に集中します。はい。大丈夫マイフレンド君 V4 をカスタマイズするためにアルバイト頑張ります。おはようございます。今日も日が昇る前から工場に来ていましたよ。私みたいな新人は誰よりも早く来るべきですからね。さあ今日もしっかり働きましょう。モットーはそう、事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開よ。どれも出来のいいおもちゃばかりね。早く子供たちに遊んでもらいたいわ。君もそう思うでしょ。楽しみよね。新商品の納期まで時間がないわ。作業工程の改善化を図ってもっと効率を上げないと。バイトリーダーとしての腕の見せどころね。こっそりたい焼きの形をしたおもちゃを作ってみたいけど、三冬にバレたら絶対にただじゃ済まないにゃ。バイトリーダーには逆らえないにゃ。作業に疲れたら無理は禁物にゃ。そんな時はほかほかのたい焼きを食べて一息つくにゃ。たい焼き工場再建のために、ここで学べる技術は全部身につけてみせるにゃ。